はい、いきなり昨日の地震の解説から入ってしまったんですけれども、地震系の話はですね、今から、ちょっとやらせていただこうかと思っております。今目の前にもう置かれているんですけれども、これ経緯を言うとですね、もともと大きな地震計をちょっと作ってみたいなというのがありまして、これだったんですけど、ちょっと映りますか、今。はい、これをですね、今年の2月ぐらいですかね、去年からおうち時間の過ごし方というので、私、地震計作りたいですというような、普通の人では到底考えないであろう、お話を、させていただいて、今年になってちょっとね、着手したんですけれども、これ2月ぐらいから作り始めて、4月の1日にはもう完成して、これ今もう観測しているんですよね。